そういうことじゃなく、うん、なんかおしゃれだね。そう、そう、おしゃれ。これは本当に好き。特にあんま俺変なことしないけど大丈夫。あ、本当にとりあえず撮ってる。そういう日もあっていいよね。全然ありだと思います。本当に。いや、だから今まで逆におかしかったですよ。なんか、なんかしてる、なんかしてくれちゃうって、無理しないでほしいっていうのあります。心痛むでしょ、たまに。そうです。こっちが悪いなってめちゃくちゃ思う。だからもう今日は普通にやるんで。そうです。はい、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。簡単です。お願いしまーす。誰でもこれ食ってました。ん、いつもこれ食ってました。あ、これ、はい。そのピーナッツなしの柿の種。いや、その状態残ってるんですよ。ああ、なるほどね。マンズも食べていいんだよ。マンズがチャーハンを作ってくれました。ありがとうございます。マンズありがとう。チャーハンありがとう。いただきます。まっかご自由に。いただきます。まずもいいよ、食べて。俺らがお前チャーハン毎日食ってずっと遊んでると思ってたろ。お前、俺は忙しいんで。チャーハンで持ってるチャンネル間違いよ。チャーハンで持ってるチャンネル。チャーハンで持ってる軸はある。あー、嬉しいじゃん。チャーハン食えるわ、いくらでも。マンズだって俺出会った頃、何年あれ、小3とか。小3ではない。ちょっといつ、え、1年生の時じゃないですか。小学いや、出会いたくないっす。なんでその頃にいじめられるんだよ。絶対。確かに小学1年生で俺が4年生とかだったら、4年じゃないか。俺が4年でマンズが1年だったら確かに危なかったかもしれない。あの、学校の近くの空き地かなんかで、あ、小学校に出会ってたら確かに。絶対田んぼとかに落とされた。何、田んぼがある地域で育った感じ出てるな。マンズと初めて出会った時だって謝罪から始まったもんね。このマンズが餃子屋さんに来るの、俺初めてマンズに会う時にマンズが餃子屋さんに来るの遅くて、遅くてって、まあ、普通に家から来たんだろうけど、来るの遅くてバーって走ってきて、マンズが「すみません」って頭を下げて「お前うち住む?」って言って「すみます」って。すみません、すみますっていう。あれだったかな。マンズは「すみませんスタート」だったの最初。懐かしい。そう。え、キイチ、キイチと、キイチ俺に初めて会った時のこと覚えてる？俺、キイチと初めて会ったの覚えてないんだけど。え、マジですか？え、覚えてる？俺覚えてますよ。え、どんな感じだった？なんだってめ、この野郎。言われた？はい。かわいそう。かわいそうすぎる。て、うん。え、俺が？いや、だから。え、俺そんなこと言ってた？いや、俺が悪いんですけど。あ、そうなの？完全に俺が悪いんですけど。うん。お前何年なのって。お前どういうか、誰がお笑い芸人誰が好きなのって、新刊の飲み会でお笑いサークルだったんで言われたんですけど、俺それに対して「あ」って言ったんで。でだよ、なんで。あーって言ったんで、
当たり前のように富永さんはもう、あーなんだってんのこの野郎じゃあ、あーって言ったわけじゃないんだよね、多分ね。はい、あーしか言えなかったんだよね。そう、そうなんですよ。その頃本当にね、その、あーとか、キーチはその、あーとか、うーとかしかね、言わんかった。マジだよ。もう全然喋んないだもん。マジで。マジで全然喋らんから、なんこいつって思った気分、あ、確かに思い出した、なんか。いや、すいませんでした、確かに。それは確かにすいませんでした。でも全然思い出した。確かに悪いことしてるなって。ありましたね。一時期水溜りボンドの合計した喋り方がキーチっていう状況だったもん、はいはい、俺らとしか喋んないから大学生で初めて日本語を覚えたもん俺留学生みたいになってんじゃん。いやマジで過言ではないですそうね、まあ、大学1年のこのキーチは結構なんか俺らの喋り方だねってすごい先輩とかにも言われてたもんね。もうトミーの喋り方でトミーの笑い方になってるね。カンタのボケ方になってるみたいな。めちゃくちゃ言われてたよね。そう。え、カンタは最初になった時、カンタさんは飲み会で、うん、新刊じゃなくて、ね、新刊じゃなくて、うん、普通にあいつはあんま来ないから、そのまずそのレアだからね。ライブの打ち上げで、うん、こうなぜか俺カンタさんと向かいで、うん、の時があって、最悪だ、うん、そっから2時間ずっとあの島田紳助の話をされて、うん、最悪あいつそういうことやんだよな。松本人志の何がすごいかは、あ、島田紳助と松本人志のあれでしょ、あの、はい、頑張るのと自分ができることのあの曲線の話でしょ。そう、曲線の話。あ、うるせえんだよなあれ。2時間、もう違う席行きてえのにずっとすんだよな。2時間ぶっ通しで。わかるわ、うん、わかるわかる。セミナーっていうやつ、なんかこれセミナーなんてやつな。周りのタク楽しんでるのにここだけセミナー開かれてるやつ。いや、わかるわかる。嘘でしょって。嘘だーなんてやつだ。うん、終わっちゃったんですよ、もうだから。あははははの話で、俺のその時の下田慎介と松本ひろしの話で、話で2時間終わったんですか。2時間でな、でもまだ続けようとしたときに、はい、もう会計でーすって言われて、うんうん、あ、ちょっと今度話すわって、まだあるっていう感じで、あれでしょ、あの、この動画この動画って見せられるんですよ。あの吉本のさ、あれ、養成所にで、島田紳助さんが、いいか、がんばその芸人とか関係なく、過去の売れてきたやつを全部計算すれば、その売れてくるものの曲線は分かる。で、自分ができる曲線のこの点 P を目指すんだみたいな話でしょ。そう、あれね、ずっとしてる、あいつは。あいつはあれずーっとしてるの。その動画も2時間半くらいあるの。そう、そう、そう、そう。その動画2時間、俺もあれ動画見て、あれ俺も触発されたけど、いやでも、カンタとその動画の話になった時に、その、ああ、まあこれ見てんだな、で、あいつも見てる、まあ確かにこういう考え方すごいなと思うんだけど、カンタにその話をされた後輩が多すぎて、こいつこの話どこででもしてるなっていう。で、結構ね、あれね、すぐ伝わる話じゃないから、なんか、ね、多分結構がっつり話さないとね、多分伝わんないんだよね。だから多分、だいぶがっつり喋ってるなと思って。めちゃくちゃ話されました。それやだな。あれだ、対決ライブみたいなのがあって、その、一組ずつ出て、なんかコントで対決するみたいな。で、あの、3分のネタを。あー、わかった。俺ら7分2秒のネタをやったんだよね。で、大反省したやつね。反省しなかった。反省しなかった、普通にめっちゃ倍得点くれって言ってたの。普通に、いや、倍受けたんだから倍得点よこせよって。絶対勝つだろって言って、めっちゃ負けたんですけど。で、7分やったから、ね、7分やったから、もう意味わからない。7分やったからね、もう失格に近い形でもう負けたんだけど、それで打ち上げに行かないで、いや、そいつら練習してないだろってやつな。3分でって言ったもの、うん、当日7分になって自分たちもびっくりしてた。当
当日は思ってたより受けたりして、その分伸びたりしてね、6分ぐらいかなとか言ってたけど7分2秒やってな、自分たちの後で出てきた動画見て負けた理由分かったん、ね、うん、長っつって、あと6分かなじゃねえんだよってやつな、何倍ではあるみたいな、4分5分だったら大丈夫だろみたいな、ね、で6分やってな、6分かなと思って、ホントなんでだよってやつな、あなんかそれが試合前というかさ、やる前にバレんのあれだからさ、はい、そのきっかけって言われるその名店飛びとするとか、ああこのセリフで終わりますとか、それだけ伝えて一生それ言わねえっていう、その7分間一生終わらねえコントをずっとやるっていう、でそれをやって、でその日負けて、うん、で打ち上げ行かないでカンタとその新宿の花丸うどんに行った気がする、思い出した。